アルメンドラレホは、スペインエストレマドゥーラ州、バダホス県のムニシピオ。2017年の人口は33,540人。1747年には、アルベロデフェリアと呼ばれる施設がアルメンドラレホに建築されたが、これは最初期の水力発電用ダムである。スペイン内戦中の1936年8月には、アルメンドラレホの戦いが起こった。 8月7日には、反乱軍のゴンサロケポデレアの率いる軍隊がアルメンドラレホの町に入り、共和国派は8月15日まで抵抗を続けたものの、この戦いによって約1000人の民間人が殺害されたとされる。ジャーナリストのレティシア・オルティスは、1998年にアルメンドラレホで、著作家、教師のアロンソ・ギレーロ・ペレスと結婚したが、 翌年の1999年に離婚した。レティシアは2004年にスペイン王子のフェリペと結婚し、2014年にフェリペが国王に就任したことでスペイン王妃となった。バダホス県の県とバダホスの南東 45km にある。エストレマデューラ州の州とメリダとアンダルシア州の州とセビリアを結ぶ鉄道路線はアルメンドラレホを通っている。 メリダやバダホスを通るグアディアナ川南岸のわずかに標高が高い広大なバロス平野に位置する。道路と鉄道の開通によってアルメンドラレホの街は19世紀末に急激な成長を見せた。アルメンドラレホの街には広い通りと美しい建物がある。穀物、果物、ブドウを中心とする農業が経済の中心である。アルメンドラレホの町の周囲には 広いドウ畑があり、赤ワインが製造されている。この地域は、ブランデーの製造でも知られている。アルメンドラレホにある歴史的建造物としては、ゴシック様式による1515 15年完成の、ヌエストラセニョーラデラプリフィカシオン教会がよく、知られている。モンサルド公爵宮殿は17世紀の建築物で、あり、今日では会議場として使用されている。 この地域で発掘されたローマ時代の古美術品の博物館がある。アルメンドラレホは革命詩人のホセでエスプロンセダの出身地である。1924年にはサッカークラブの CF エストレマデューラが設立され、1950年代後半から1960年代初頭には7シーズンにわたって西軍ダディビシオンに在籍した。その後は、 エストレマデューラ州リーグまで落ちた時期もあったものの、1990年代後半から2000年代初頭には、再びセグンダディビシオンの常連となり、1996から97シーズンと1998から99シーズンの2シーズンは、スペインのトップリーグであるプリメーラディビシオンに在籍したが、いずれのシーズンも1シーズン限りで降格している。スポーツ面と財政面の理由により、 CF エストレマドゥーラは2010年に解散した。CF エストレマドゥーラがエストレマドゥーラ州一部リーグに降格した2007年には別のサッカークラブとしてエストレマドゥーラユーリーが設立された。2016年にはセグンダ・ディビシオン B に昇格し、2018年にはセグンダ・ディビシオンに初昇格した。エストレマドゥーラユーリーは11,580人収容の エスタディオ・フランシスコ・デ・ラ・エイラをホームスタジアムとしている。エスタディオ・フランシスコ・デ・ラ・エイラ、ありがとうございます。